ゲイリー・フェー・ロックは、アメリカ合衆国の政治家。第21代ワシントン州知事、バラク・オバマ政権で、第36代アメリカ合衆国商務長官、アメリカ合衆国中中華人民共和国大使を、務めた。中国系アメリカ人として、アメリカ史上初めて州知事に就任した人物として、知られている。1950年1月21日に、 ワシントン州シアトルで5人兄弟の第二子として誕生する。父方の祖先は、新代の関東正大山からの移民であり、ロックは中国系三世である。父のジェームズはアメリカ生まれアメリカ育ちで、母のジュリーはイギリス統治下の香港出身だった。両親はロックに中国名、楽屋明を与えた。いくつか簡単な大山形ことと関東語を少し。 話せるが、標準語は全く話せないという。1968年に、シアトルのフランクリン高校を主席で卒業する。ワシントン州ボーイスカウトに所属、アメリカボーイスカウトの最高階級である、イーグルスカウトに列され、宿イーグルスカウト賞が授与されている。ロックはアルバイトで学費を稼ぎ、加えて、学資援助や、奨学金を利用して、イエール大学に入学した。 1972年に政治学の学士号を取得。1975年にはボストン大学法科大学院で法務博士号を取得した。1994年10月15日にワシントン州シアトルのテレビ局キング TV のレポーターであったモナリーと結婚。モナの父親は上海、母親は湖北の生まれで共に 台湾で育った後にアメリカへ移民した。ロックはモナとの間に3人の子供を儲けた。長女は1997年3月に誕生したエミリー・ニコール。長男は1999年3月に誕生したディラン・ジェームズ。次女は2004年11月に誕生したマデリンリーである。2015年4月に離婚。1982年に 南シアトル地区からワシントン州会議員,議員に選出。ワシントン州会議再出委員会で委員長を務めた。1993年に中国系アメリカ人として初めてキング軍長官に選出。この選挙においてロックは参戦目を目指していた共和党現職のティムヒルを得票率58%対42%で下した。 1996年に、ワシントン州知事選挙で勝利を収め、中国系アメリカ人として、アメリカ史上初めて州知事に就任した。ロックは、この選挙において、共和党所属の元州会議レ連クラスウェルを、得票率58%対42%で、下した。ロックは、都会派の自由主義者として、同性愛や、 人工妊娠中絶を擁護する論調で支持を集めた。1997年に州の選挙管理当局はロックが主催する政治委員会に対して2500ドルの罰金を課した。選挙管理当局はこの罰金について1996年の選挙活動中に州の選挙資金法に抵触する行為が認められたためであると公表した。 2000年の州知事選挙にも立候補し、ラジオパーソナリティの共和党候補ジョン・カールソンを大差で破っている。ロックは共和党の新税はないという路線に迎合する政策を取った。しかしながら2001年の経済危機に続いて、ワシントン州の財政が悪化すると、民主党員はロックを非難し、ロックによる州の財政再建案にことを唱えた。ロックが行った。 支出抑制策により、数千人の州公務員が一時解雇され、健康保険支給額が削減され、州公務員に対する給与支払いが凍結され、介護施設や発育障害児支援に対する資金援助が縮小された。ロックは国政の場において、副大統領候補の有力な申請の一人として、民主党から言及された。ロックは、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の2003年一般教書演説において教書に対する民主党としての応答を提示する役割を任された。1997年の一般教書演説の際に州知事として出席したことがあった。2003年にワシントン州のフィルタルマッジ元最高裁判所判事は政治的左派の指示を受けて 2004年の州知事、民主党予備選挙に立候補する計画を発表した。タルマッジはロックについて指導力を欠いていると指摘し、ロックの対抗馬になると言及した。だがタルマッジは健康的理由により、選挙戦を早い段階で離脱した。2003年7月に、ロックは、周囲の意に反して、州知事の3戦目を目指さないことを明らかにした。これに関して、 この州に対しては深い愛情があります。ですが私はそれ以上に家族に対して多くの時間を捧げたいと思っていますと弁解した。シアトルポスト・インテリジェンサーの特別機構者、スーザン・ペインターは2期連続で州知事を務めたロックが公職を退く決断を下した要因についてロックや家族に対する抽象や脅迫が関与していることを示唆した。 そしてその脅威は、特に2003年の一般教書演説において、民主党の応答演説者を務めた後から激しくなり、それが、ロックの決断を、決定的なものにしたと分析した。ロックは何百通もの脅迫状や脅迫メールを、受け取り、その中には子供を殺すとの脅し文句も含まれていた。2005年1月12日の任期満了をもって、州知事を退任。 公認の州知事については2004年の州知事選挙の結果をめぐってアメリカ民主党のクリスティーン・グレゴワール候補とアメリカ共和党のディノロッシ候補が僅差による集計で争っていた。そのため仮にロックの任期満了までに選挙結果が確定していなかった場合、州憲法の規定により公認が確定するまでロックが継続して州知事を務めることになっていた。 最終的には、手作業による三度目の集計により、民主党のグレゴワール候補が公認となった。ワシントン州知事を退任した後、国際法律事務所であるデイビス・ライト・トリメインに、加わった。この法律事務所では、中国関連の案件や、政府間関係の案件を扱う部門に所属。2008年アメリカ合衆国大統領選挙の、民主党予備選挙において、 ヒラリー・クリントンを支持し、クリントン陣営のワシントン担当委員長を務めた。商務長官への指名を受ける、ロック2008年12月4日に AP 通信は、バラク・オバマ次期政権における内務長官の有力候補として、ロックの名前を報道した。だが実際には、コロラド州選出連邦上院議員のケネスリー・サラザールが指名を受けた。 2009年2月25日にロックはバラク・オバマ政権において商務長官に指名された。指名承認は2009年3月24日に行われ、アメリカ合衆国連邦上院は万丈一致でロックを承認した。就任式は2009年3月26日に実施され、リチャード・ジョーンズ連邦判事が就任宣誓を執り行った。ロックは 中国系アメリカ人として、最初のアメリカ合衆国商務長官に就任した。アジア系アメリカ人としては、バラク・オバマ政権において、中エネルギー長官、親戚大役軍人長官に続く3人目の大統領顧問団となった。これにより、バラク・オバマ政権は、過去最多のアジア系アメリカ人閣僚を抱える政権となった。ロックは、人権活動家、 人口誠のアメリカ入国を手助けした。右はカート・キャンベル。2011年3月9日にバラク・オバマ大統領は2011年4月末に退任するジョイン・ハンツマンの公認の中中国大使として正式指名した。2011年6月23日にアメリカ合衆国上院外交委員会は就任を承認し8月1日より 中国系アメリカ人として初の中中国大使となる。米国中華大使としては王立軍の亡命要請を拒否して中国へ迅速に身柄を引き渡したため批判された。また、人口誠のアメリカへの受け入れに関わり、こちらは高く評価された。2013年11月20日にアメリカが死中国中華大使を2014年初頭に 辞任する意向を発表した。ロックはメディアの取材に対して子供たちにアメリカの教育を受けさせたいと辞任の理由を説明したが突然の辞任であったために様々な憶測が飛び交っている。チンコ,マコトの事件に反発した中国政府の意向が影響していると唱える者も,もいる。ロックは中国製品を特に愛用しているようであり、パソコン、書籍、 携帯電話、DVD、電子レンジ、庭に置かれた家具、子供のおもちゃ、一家の衣服、そして自身の財布までもが中国製品である。ロックは、まさにアメリカ人は安価で品質の良い中国製品のおかげで余ったお金を教育、住宅購入、旅行、老後の資金などに回すことができると指摘する。このためロックは、 ワシントン州知事時代にアメリカ合衆国と中華人民共和国の間の経済、貿易関係の発展を積極的に推し進めた。ワシントン州知事当選後間もない1997年10月にロックはワシントン州政府高官22人を引き連れて初めて中国を訪れた。その後も訪中を重ねて中国の指導者と会談。様々な経済、 貿易合意を締結し、経済、貿易関係の発展を促した。まさにロックの努力によって、人気中に中国がワシントン州の第三の貿易パートナーとなり、アメリカの対中国輸出の7分の1をワシントン州が占めるようになった。ありがとうございます。